メロク三部は静岡市弥勒にある居酒屋さんです。ここのテイクアウトのお弁当はすごく人気です。どんなもんかなと思って数週間前に予約をしてやっと買ってきました。これがそのお弁当ですね。すごいですね。これが弥勒三部のお弁当ですね。こんだけおかずが入ってて1100円っていうのはこれありえないような価格設定ですよね。それじゃあまずイチジクの春巻きからいただきますと。うまいっすね。しょっぱなからちょっと変わり種をいただいちゃいましたね。それでご飯をいただきますと。ご飯も結構ありますね。そしてこれは揚げ車麩の甘酢だれですね。なんかね、どれもこれも聞いたことない料理名ですね。これもね、甘酢の濃厚なタレがすごく美味しかったです。お次はインゲンのカレーきんぴらと3分のチリコンカンですね。これはちょっとした箸休めにいいですね。お次はサバの味噌煮です。これも味噌味がしっかり染めてて美味しかったですね。ちょっとごまがかかってね、これまた香ばしくて美味しかったです。さらにこんなにおかずがあるのに、これはもうメニューに書いてないものも入ってましたね。なんか紫色の甘いものですよね。これは最後に食べるべきでしたかね。甘いものですからね。そしてお次は手作りきのことエビのクリームコロッケです。クリームコロッケなんでふわふわでしたね。すごく美味しかったですね。そしてお次はナスの揚げ出しですね。よくこんな量のおかずを一つのお弁当に詰め込んだなって感心しちゃいますね。次は季節の落とし揚げですね。普段あんま揚げ物食べないんですけど、やっぱ揚げ物は最高っすね。ちょっとおかずが多すぎて、僕の語弊力では全ての料理の感想を的確に伝えられないのが申し訳ないですね。そしてこれがたこ焼き風のマッシュポテトですね。本当にね、たこ焼きの味がして面白かったですよ。そして次もメニューに載ってないやつで、なんか大根の甘酢漬けみたいなやつと、みょうがの漬物みたいなやつでしたね。どっちもさっぱりしてて美味しかったです。次は花椒の唐揚げですね。これも香りが良くて美味しかったです。そしてこのゆで卵もね、メニューに入ってなかったんですよね。そしてお次はレンコンのガレットですね。これもなんか珍しい料理ですよね。レンコン感はあんまなかったですけど、卵料理っていう感じで美味しかったですよ。いや、このいろんなものをちょっとずつ食べられるっていうのは本当幸せですね。そしてこれは甘酒のキャロットラペってやつですね。人参のシャキシャキ感が美味しかったです。そして最後はかぼちゃにですね。これもしっかり煮込んであって柔らかくて美味しかったです。いやー、どれもこれも手間暇かけてあって美味しいお弁当ですね。とっても美味しくて豪華すぎるお弁当でしたね。これで1100円は安すぎだろうと思いましたが、近々1250円に値上がりするみたいですね。それでもね、全然リーズナブルだと思いますよ。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。